早速代表会見を、進めたいと思います。では代表から。はい、では皆さんから今日はすぐ質問をお受けしたいと思いますので、挙手をしていただき、社名とお名前をおっしゃってから質問をお願いいたします。ではどうぞ。朝日新聞の二階堂です。よろしくお願いします。TPP についてお伺いしたいんですが、自民党のですね、西川公也 TPP 対策委員長が、米や麦などの重要5品目の関税交渉について重要品目から抜けるか抜けないかの検討はしないといけないとして、その5品目についても交渉のテーブルに載せるということを、容認する考えを示しました。で、自民党は参院選でも重要5品目については関税撤廃を認めない立場で戦ってきたと思うんですが、この方針転換を生活の党としてはどのように見てらっしゃいますでしょうか。方針転換ではないんじゃないですか。選挙の時に喋ってたことと本来の方針と違ってたってことです。もともとこういう要求を、方針転換ではなくして、もともと TPP に参加する以上はアメリカが言ってたように全て例外なくということなわけですから、選挙の時に国民皆さんに喋ってたことが、選挙用だったということでしかないのではないかと思います。はい、次に、NHK 宮里と申します。よろしくお願いいたします。毎回同じ質問で恐縮なんですが、今日は臨時国会がですね、15日ということで伝達されましたけれども、それにあたってその会派の届け出はあさってにも締め切られるような状況にあります。で、先日から話が出ておりました社民党から統一会派を組まないかという呼びかけについてですね、この臨時国会の対応として、どのような結論を出されるのでしょうか。金がね、国対レベルで検討しているということでおっしゃってましたけれども、例えば今日の幹事会でもそのあたりのお話が出たりはしたのか教えて。その話が塩浜君から、国対委員長から、参議院の国対委員長から報告といいますかありました。それで、まだ現時点ではそういうような社民党と会派を組んでこの国会に臨むということはちょっと時期尚早ではないだろうかと。いずれ、今後の課題としてまた検討していこうということで、社民党には回答したという報告がありましたので、そういうことだろうと思います。はい、では次にいらっしゃいますか。いいかな。では壁際だ。すみません、産経新聞の澤田と申します。国会改革について今自民公の3党ないしはそれに維新を加えた4党でやろうという話になりつつあるようなんですが、小沢代表としてはそのあたりどのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。お話しください。国会改革といっても、もう何をやろうとしているのかちょっとよく分かりませんけども、やるならば国会のことですから、全政党を含んで、議論した方がベターじゃないかと思います。日本経済新聞の沼口です。よろしくお願いします。文部科学副大臣が福島で放射能で汚染されたもの焼いた時に出た焼却灰についてですね、原発事故で住めなくなった福島に置けばいいというような発言をしたということで、官房長官が言葉に気をつけるようにというふうに注意したということなんですけれども、これについて代表どのようにお考えになりますでしょうか。言葉に注意というのは、それは政府の
職務にある人ですから、この問題だけじゃなく、言えることですけれども、原発放射能の問題については言葉でどうこうできる問題ではないんで、当たり障りのない言葉でやり過ごすという政府の姿勢そのものが問題じゃないでしょうか。もっと正面からこの問題には取り組んでいかなくてはならない。国が率先してやるべきであるというのが私の旧来からの主張でして、それを東電の陰に隠れながら、東電に責任を負わせながらやるというのは間違いであるし、そのすでに事態はそういった手法の限界を超えていると、それほど非常に危険な状況だという認識であります。はい、他にいらっしゃいますか。では朝日新聞の二階堂です。先ほどの TPP の話に関連してなんですけれども、まあ、選挙用の国民に向けた選挙用の約束が、まあ、本当ではなかったということではないかと先ほどおっしゃったんですが、これからですね、春先、これから通常国会に向けてもその TPP の問題でもかなり、まあ、いろいろと問題点が噴出してくるであろうということは、まあ、代表これまでもおっしゃってるんですが、地方を歩かれる中でもですね、そういう声がもうすでに届いているということをおっしゃってるんですが、やはりこの問題も原発汚染水などの問題と含めてですね、これから政権、安倍政権にとってかなり難しいというか問題が噴出してくる一つの原因になってくるのではないかと見てらっしゃると思うんですが、そこら辺について改めてお聞かせいただければと。地方をぼつぼつ歩いてますけれども、その中でやはり TPP あるいは消費税、についてのいろんな話が私にとっては今更という感じですけれども、結構多く出されております。しかしこれは当初からその分かりきっていることでありまして、国民皆さんがやはりそれを非常に認識が甘かったというか、不足していたというか、あるいは今日の政府自民党のいろんな選挙戦術の中で、国民が甘く考えて選挙に臨んだということだろうと思います。今選挙で絶対多数を与えてしまった以上、政府与党の考え通り、外交も行政も動いていくわけですので、やはりその権限を付託した国民自身がですね、遅きに失してますけれども、声を上げていく以外に、それを阻止する方法はないと思います。国民のそういう背景がないと、野党がいくら主張してもですね、現実の力にはなりませんので、そういう意味で、ぜひ国民自身の自覚をもう一度求めたいと、そうしてもらいたいと思います。
はい、他にございますか。はい、失礼します。 NHK 宮里です。今のお話にも少し関連しますが、先ほど会派の中でその時期尚早じゃないかというお話もありました。今回の臨時国会、ある意味でその自民党の一強多弱とも言われてしまっている中ですが、野党としてそのこの巨大な与党と向き合っていく中でですね、やはりその社民党さんとというその一つの枠組みだけではなくて、より大きな形での その野党勢力の結集を模索していくべきだというお考えが今終わりなのかというところをちょっとお聞かせください。はい、その通りです。維新の主張はかなりこれ全員の一致した主張かどうかは別にして、橋本代表等から発信される政策主張はほとんど自民党と酷似しておりますので、これは別として、その他の野党がですね、やはりもっと今質問のあった TPP にしろ、あるいは消費税にしろ、あるいは原発にしろ、こういう、あるいは憲法にしろですが、こういった基本の問題について、やはりはっきりした党としての主張をしなくてはいけないんじゃないか。特に今度の国会では何ですか、国家安全保障局ですか、あるいは秘密保護法ですか、そういうこともやりたいという類の政府与党の考えがあるようですので、こういったことは直接国民の生活やら国民の基本的人権に触れる話ですので、もっと国民もそして野党も真面目に真剣に考えるべきだと思います。はい、他にございますか。いいですか。はい、では今日は、はい、ありがとう、ありがとうございました。